前回に引き続き相良市、阿蘇市、菊池市、この辺を見ていきたいと思います。前回、相良市、阿蘇市、菊池市、それにプラス名和市、彼らが南北朝時代に至るまでの、歴史をこう痛感してみました。前回の、話ですけども、復習になりますが、肥後の戦国武将たち、まあ、相良市、工藤家一門として、相良の将を、まあ、支配し、頼朝、割合早い時期、頼朝の頃に肥後の国、たらきの将に、行っていると。阿蘇氏は阿蘇大宮時期としてずっと長い間、阿蘇に勢力を張っていたと。で、菊池氏は藤原武衛子孫を自称してますが、はっきりできるのは大宰府の府官の藤原正則、おそらくその子孫。で、この藤原正則の藤原さんも、実際藤原をもともとだったのかどうかは分からないと、家宝ではないかと説があります。だから阿蘇氏と菊池氏は基本的に在地の土豪として、来たものです。それに対して、相良氏は鎌倉時代に、で、名和氏は長年の、長男の吉高が八代将の地頭職を、まあ、後醍醐から拝領し、長年の孫の、名和清輝の代に、八代将に、土着すると、で、いう形で、まあ、相良は南朝北朝、天秤かけながら、で、阿蘇は、まあ、南朝と北朝に分裂しながら、で、菊池名和は南朝方として、活躍しています。家系については、いくつか今回出てくる家系がありまして、相良氏は、基本的にこの相良高頼が、まあ、死んだ後、こう来て、あの、長頼の息子たちの、この分家、この辺りがよく出てくるんですね。この辺が、まあ、戦国時代になって、いっぱい出てくると。最終的に、この系統から、この系統の人間が、この相良春弘、オービスの息子の、義重、この辺りが、戦国、相良家のメインになっていきます。また後でこれ出てきますけども、まあこういう感じですね。相良長次の後は、まあこの相良長次、彼が戦国、相良氏の、まあ、始まりといいますか、そういう感じになってきて、その後、為次、それから、長常、長政、長高、義重というふうに動きます。この義重の、息子はこの、上村氏、この上村というのはあの鎌倉時代に分家した家ですね。そこから、相良春弘が入ってくるんですが、まあ、相良春弘は実際にはこの、家なんで、まあ、血縁的にはそんなに遠くないと、いうことになります。阿蘇氏は、阿蘇これ影の、代にこれ、あの、これすけと、これ国で、このこれすけが、失脚して、彼はエラを名乗って、で、阿蘇大宮寺はこっちに行くんですが、たたらの戦いで、これなおが戦死したときに、このこれずみが、養子に入って、以降、話がややこしくなります。菊池氏は非常に、単純なんですね、この、ここまでは。菊池武光が、中古の巣の武光が出てきた後は、まっすぐと、もちともまでは、まっすぐ行ってると。名和氏も、よくわからないんですが、こういう、バリアス、まっすぐ、動いています。相良氏の室町時代ですけども、前回、要するに南北朝時代に、水島の変っていうのが起こったと話をしましたけども、この水島の変、要するに今川良春が水島まで、将に風助を呼びつけて暗殺すると。それに切れた島津氏が、北朝方に、から離反してしまったという形で、まあ、今川良春が非常に苦しくなってくることですね。相良先頼も、もともと北朝方だったんですけども、この水島の変をきっかけに、彼も南朝方に行って、津城氏を中心に、名和氏と、共に、まあ、今川領主に抵抗すると。まあ、結局、今川領主、やっぱり、落下山短大だったんで、まあ、意識もそうですが、やはり九州に、そこそこ長くいるという意識からすると、それはいきなり九州短大として、ドーンと上からかぶさってくることに対する反発というものは、やっぱり常にあったというふうには言われています。1390年、南北朝の合体で、九州全体、やっぱり、一気に北朝型に、流れていって、さっきよりも北朝型に来ます。ただ、島津、所流の本郷義久、
と今川氏の戦いは継続します。で、先よりは本郷久秀を打ち取ったんですけども、本郷義久の、反撃で、相良先よりも戦死するということになります。その後、相良実長の代には現在の人吉の、社寺の再建建立等が行われて、まあ、人吉が、整備されていくと。相良氏にとって非常に大きな、ポイントだったのは、相良高頼の代に、この多良木氏の謀反が起こります。これで、高頼が逃亡して長富長次、長富長次、まあこういう家系ですね。ここで見ますと、要するにこの長富、氏と、この、多良木氏、この多良木、この辺が、主人公になっていきます。多良頼美、それから相良高頼で、この、多良木頼美がこの、相良高頼を、追放しようとしたね。それをこの、長留長次が、阻止したということになります。これを、打倒したんだけども、高頼は、結局、亡命先から帰ってこず、高頼は急死して、で、長次が継ぐと。ただこの高頼の死に関しては、例えば伝承ではなんか牛に、突き殺されたという伝承があって、基本的にものすごく、本当に長留長次の、やったことは非常にクリーンな真っ白なのだったら、まあオフホワイトから、ライトブルーか下手したらダークグレーか、真っ黒とは言わないが、この高頼から、最終的にこの長次が継承するっつうのは真っ白とは言わないオフホワイトであるということが言えるかと思います。室町時代にはだいたいこういう風な形で、室町時代の後半、戦国時代の直前あたりに、相良長次が、相良氏を継承していくと。まあよく、あるパターンで、こういう古くからあっても、嫡系がそのまんま継いでいくというよりは、やっぱりこういう謀反を経て一族の中の、有力者、力ある者が宗家を継いでいくということの方がやっぱり多いようです。相良氏なんかはその典型的な例だってなります。菊池氏。菊池武光という英雄が出て、菊池氏は九州の南朝型の、中心だったのはこの菊池武光。ところがこの菊池武光は、太宰府甲状腺あたりから姿を見せなくなるので、おそらく、太宰府陥落あたりで死んでるんじゃないかなと言われています。菊池宗家を継いだのは、菊池武友でしたけども、1377年には肥前二名打ちの戦いで、敗北して、1372年に太宰府で、負けた後は、肥前二名打ちの戦いで敗北して北九州一帯の力を失う。で、まあ肥後の国に退くんですけども、1381年には本拠地の、菊池ワイフ城が陥落してしまいます。その結果、菊池武友も吉成と親王とともに宇都から、さらに八代へ、だからまあ熊本県の南の方に、こう下がっていくんですね。で、結局八代っつうのが非常に重要なポイントになってくると。1380年には菊池武友申し状を出して、南朝からの門跡への返事があり、まあ、1390年には両親と和睦して肥後の国の、守護代に、なります。守護代に なっても九州はやっぱりなかなか、難しくて、菊池は当時、商人定頼と組んで、反幕行動をやっています。肥後の国というのはやっぱり統治は難しくて、室町幕府も守護を誰にするのかという形で、当初は北朝方に、忠実だった、阿蘇氏を守護と、一番、力の強い領主を、守護代にしてたんですけども、結局阿蘇氏の勢力圏が阿蘇の外輪山付近までしか広がらないと、いうことで、もうちょっと幅広い熊本平野、こちらの方面に影響力を持つ、菊池氏を、最終的に菊池高金友を肥後の守護、正守護にします。が、彼は九州では大内森美が、大内森美と、商人三瀬の争いがあり、室町幕府は大内氏を、こうなってます。商人三瀬では大内森美を北九州で失ってるわけですけども、この時に菊池兼友も参加していると、いうことになります。この大内森美は実は全く抵抗を続か、まあ実は花見に来てた時にいきなりこの商人三瀬
それから、菊池海の友によって吸収されて、戦死すると。でこの大内森光の足利義持が最も実は信頼していた、武将の一人なんですよね、これ。で、この大内森光についてもまた、結構いろいろと、あるんですが、これは、また大内氏をやるところで見てみたいと思います。大内森明治というのの、幕府の抵抗を続けますが、やがて、これ、光貞は、大内森明の死後、大内氏を、は、まあ、ごたごた起こるんですけど、最終的に大内持代が勢力を、取って、大内持代によって、光貞が討ち取られると。で、菊池兼友は、菊池持友、兼友の息子の持友が、親父を追放して、幕府に帰順します。これが1131年。で、ここに初めて、菊池氏、肥後の守護職は、幕府方、つうか、新幕府派が取ると。この持友の、取り次ぎを務めたのが、室町幕府の官僚の長く務めた畠山光家だったんですね。大内との対立関係は、続きます。で、この頃、菊池、それから商人、それから、大友、彼らが割合反大内戦線を組んで、畠山、三家を、窓口に、幕府と交渉している様子が伺えます。この時、黒人の宇都氏に、為光、一門の為光を養子に送っています。この宇都為光という人物、後に、ちょっと出てきますんで、一応ちょっと名前を覚えていただくといいかと思います。1457年には、菊池為国、それから長野頼朝らが朝鮮に献身していると。これ、あれですよね、この1057年っていうのは、朝鮮王朝の第4代、5代か、の、聖女の、時代であって、これ、彼は、摂政でも述べましたけども、簒奪したんですね。老いから、無理やり王権を、簒奪した、だから6代目か、人物で、その関係で、正当性を取るために、彼は観音現象というのを、演出して、西日本の、連中がドゥワーッと朝鮮献した時期に当たります。これ朝鮮に、行くと、当然ものすごく、港、釜山から、ソウルまで、施設はとかで、食費込みで、交通費込みで、献上品を、献上品の場合の改心が来るんで、こぞっていくんですね。いわゆる朝鮮大国観というものがあるわけですけども、これ村井翔介さんと高橋公明さんの間で随分と議論になった事態ではあります。1165年に、相良為次に水俣を割譲して、内紛の鎮圧後に引退すると。菊池氏は、菊池為国っていうのを、この縄とかいろいろあっちこっちがやってくるんで、この縄も、菊池も、この相良とどう関係を持っていくのかっていうのが一つのポイントですね。だからで、相良としては、人吉から港が欲しいんで、八代あたりを、とりあえず、非常に欲しがるということで、この相良と、それからこの、縄と、菊池のこの、八代付近をめぐる、八代水俣付近、このあたりをめぐる争いっていうのはなかなか、難しいものがあります。縄氏の室町時代。縄清木。八代のできた縄清木は、八代の古麓城を中心に、勢力を腐食していきます。1387年、北条が出てボコボコにされた、菊池武友と、吉成親王は八代にやってきて、彼らを擁立して、当時北条方だった、相良氏を攻撃して、足北軍を奪取しています。だから この足北軍も含めた、この、海沿いに、に行こう出るルート。これが非常に問題あって、最終的にこれ、足北軍、八代軍、それが熊軍、相良氏が取るわけですけども、常にこの、縄氏にとっては、縄氏及び菊池氏にとっては、この足北軍、それから、八代、この辺を、巡る攻防っていうのがあるんですね。縄宣長は、相良高頼の内紛が起こったときに、うまく立ち回ります。つまり、まず、八代が、相良氏が大揺れしたときに、八代も当然揺れるわけですけども、八代にいた縄宣長は、その八代の土俵を抑えて、で、阿蘇氏と連携しながら相良氏を、支援する。
いう形で、八代における影響力を持つ。まあ、恩を売りつけたですね、相良氏に。名和宣長は兄を診察するも、弟に暗殺されてしまって、名和義昭が、継承。ところが、近所に暗殺されて、今度は、まあ、相良に恩を打ったその、結果、まあ、今度は相良に恩を、返されて、名和北田が、再興して、戦国時代に入っていきます。だから、このあたりの動きっていうのは、基本的に菊池、名和、相良。この、三者は、基本的には、要するに、八代をめぐって、組んだり、離れたり、抵抗したり。これは戦国時代にも変わりません。基本的に、まあ、八代平野、これを、どのように抑えていくのかと。結局、まあ、人吉では、球磨川をこう行くと八代に行くわけですから、ざっくり書くと、人吉、球磨川、八代というふうになって、海になってますから、有明海と。まあ、水俣湾になりますね。こうになりますから、まあ、結局、海に出るルートをどういうふうに、掌握するか、いうことが、これ、相良、それから名和の、大きなポイントになっていて、で、まあ、そこに菊池、あるいは麻生がどう絡んでくるのか、というのが、まあ、メインの、形になっていきます。室町時代の話は以上です。吉成親王と呼ぶんですかね、この人。吉成親王でいいと思います。この人、最後、八代へ、これ、清政将軍かなんかでしょ？そうです。で、もともとは、太宰府におったんですよね。博多ですかね。太宰府、まあ、博多、うん。だんだん押されて、だんだん押されて、で、八代まで逃げてきたわけです。移ってきたわけです、この人たちは。そうです。だ最後は八代におったんですか、この。この頃は八代にいました。で、実は、金吉親王も、それから吉成親王も、最後の場所が実は不明で、一応、神社的には、金吉親王も吉成親王、金吉親王の終焉の場は、八代になってますから、現在、金吉の祀る八代神宮があります。で、吉成親王に関しては、その後、八代も退去して、基本的に、金吉も吉成も、まあ実際には筑後の山奥の方に行った可能性が指摘されてます。だから実は終焉の場ははっきりしてません。この頃だと、いや、そろそろ南北朝の合一の頃でしょ？そうです。その頃は、どうも吉成親王は八代にいたみたいです。で、合一したから、じゃあ、京都へ帰りましょうというわけにいかないんですか？もう、地元にそのままいますね。金吉親王は、多分1308、合一の前に亡くなってるし、吉成親王は結局、まあ、もう帰らないでしょうね。そっちの方に、一応経済基盤ができてるし、に帰ってももう食いぶちはないやろと。五南町の中には入れないと。うん。もう一つ、朝鮮の世相が出てきたときに、西日本の人たちが退去して押し寄せたという話ありましたね。あ、はい。これ、やっぱり、さ話出ましたけど、行くと中国同様にたっぷり贈り物がもらえるわけ。そうです。これも朝鮮王朝の財政と、それから政治事情にもよるんですけども、倭寇の恐怖があるときとか、そういうとき、倭寇を怪獣に本気でかかってるときとか、三奪王朝が自分をこう権威を高めたようなときには、大盤振る舞いになりますね。王権がこすだまってくると、今度は絞る、きじる。これ、室町幕府の頃ですけど、地方の守護とか、その連中が勝手に朝鮮に行ってもいいんですか？これはもう別に、幕府はそこまで、関与しません。幕府もこんな菊池為国とか、何の利の部下のにしようが、もう1157年後だったら、もう、多分分かんないでしょうね。西日本の連中が生きようなというぐらいは知ってるんですか、幕府は。幕府も使者送ってますから。朝鮮ね。あ、なるほど。幕府も舐めてますから。ただ、幕府の方も実際、幕府というよりは、基本的には、この頃の幕府の使者っていうのも、商人とかって、お寺の盆さんとかの肝心のために幕府に金払って、やつらが行くんですね。幕府の、なんか書類もろて。
いや別に義政、この時期は確か義政ですが、義政がよし朝鮮に使者を送ろうと思ってるケースつうのはほぼない、かなり少ないんじゃないかなと。基本的にはお寺さんとか商人とかからこう突き上げられて、つうかお願いします言うて、じゃあいいよ言うて、まあ送りも、そういうあらかじめごぼっと金をもろって、これでじゃあこの無人通のやるからそれ行ってこいと。であとはまあ対馬の、連中、実際には対馬を通じての、あれができてますから、まあ、対馬がどう考えるかですね。あとはでこの頃はまだ対馬に一本化される直前なんですね。朝鮮としてはこの聖女の死んだ後に、つか1343年に一回、正常の頃に一回、このままではまずいよねっていう形で、一旦対馬に一本化しようとするんですけども、まだそれが緩んでくる頃ですね。ちょっと日朝関係ってなかなか、ちょっと私もよく整理しきらんのですけども、その可決3年の約定ってやつ、可決約定ってやつと、それがその後の、いろんな、大内氏と宗氏の綱引きとか、朝鮮大国館で出てきましたよね。はい。原稿の特許にちらっと出てきませんでした、朝鮮大国館とか言って。和光のところかな。和光のところ。それは何なんですか、朝鮮というのは強い国やという意識が日本にあるということなんですか。これ普通に朝鮮館をめぐる名古屋大学の高橋公明先生と、1980年代後半にやったらこのものすごく活発に高化された東京大学の村井翔介先生と間で、要するに朝鮮に対して日本側の意識はどうだったのかということをめぐっての議論です。要するに朝鮮、高橋先生はこの朝鮮大国家、村井先生は要するに要するに外国とは汚れてるという意識があったと、そういうのがベースであると。それが近代の朝鮮観に影響を与えていると。それに対して高橋公明先生、逆に朝鮮大国観と当時の中世にはあって、だから現代の、朝鮮観、そのまま結びつけるのはおかしいと。で、ここにこの話がものすごく話題になったのは、そこに網野義彦さんがね、この論争に介入してきましたね。で、当然、網野さんは高橋さんを、支援するという形になって、いろいろと結構、感情的な面も含めての議論があったんですよね、これ。私はちょうど大学生の、頃ですかね、大学生の、86、87、88年あたりがものすごく活発だった気がします。で、88年には確か、あれ88年やったかな、87年か。87年に、高橋公明先生に立命に来ていただいて講演していただいて、89年に村井翔介先生に来て講演していただいて、ということがあったという。日本が、朝鮮は、大きい、上っていう表現ですよね、うん。大きな国やというふうに捉えていたかどうかということなんですか、議論は。そうですね。要するに、日本と朝鮮で、朝鮮っていうのは日本よりも下やと思ってる、そういう考えがあるんじゃないかという村井説に対して、いやいや朝鮮に対する西国なんかはそういったものから自由な対外感あったはずだと。で、それに対してこれ経済的な問題で、それは経済ちらつかされたら、朝鮮にめちゃめちゃごまするだろうと、言ったら、いやだから経済問題では経済では膝を屈する程度のそういう汚れ感やったんだろうから、そんなもん強くないという形で、いろいろと議論があったんですね。この問題って非常に面白くて、やっぱり畑野さん、これむっくりこくり入れないとダメでしょ、議論として。こちらの方ですね。やっぱりむっくりこくりのイメージがあって、やっぱりむっくりこくりのイメージっていうのはやっぱり汚れのイメージとともに怖い国、怖いってことは強いっていうイメージもあるわけよね。うん。だからどうなんでしょう、生産力から言ったら
鎌倉以降は日本の方がかなり先行ってるわけだよね。だから部分的な贈与関係で、まあ、集めるっていうのが朝鮮半島なんじゃないの？生産力は圧倒的に日本の方が強いわけよね、これ。なるほどね。だから部分的に弱い群衝領主層っていうか守護層までは金ちらつかせるとヘラヘラヘラおーっていうのは分かるんだけど、だから両方とも本当なんだよね、これね。そうなんですよね、両方とも本当だと思うんですよね。ちなみに網野さんの娘さんっていうのが房子さん、朝鮮民族学の日本の有名研究者だよね。そうですか、知らなかった。まあいろんなことがあってね、これ決してトレードオフ関係の議論じゃないよね。今になって冷静に見てみると、これってのは何なのっていう全くそうですよね。でこれ江戸時代もあるわけだよね。朝鮮っていうのはものすごく中国に近くて文化の高いっていう扱いまあ、あれば、やっぱりむっくりこくりのイメージが生きてたりしてね。難しいね。で近代になるともうこっちがバサリ消えちゃうという感じなのかね。まあ福沢あたりが悪い。福沢悪い勝なんかはこれにやっぱりまだこだわりますもんね。勝海舟とか、あるいは大東国とか、大東国とか、ああいう戦前の右翼団体の明治の頃の国粋団体が大体まだこの系譜残してますもんね。まあ大国感というか、まあ大東感というか、まあそれはそうなんでしょ。難しいよね、右翼と左翼が入れ替わるという。今の右翼を見てると、どないなっとるんだというか。あとちょっとね、まあこの論争はあまりにもディープで結論がつかないと思うんだけど、一つ確認なんだけど、太宰府の俯瞰っていう言葉出てきたけど、どの範囲を俯瞰と定義してんの？あまり意識してません。太宰府の商人の下があまりよくない、まあその下あたりでしょうかね。要するに三等間以下ね。三等間、四等間、あと諸将のレベルね。でどのレベルで、何氏だったっけ、俯瞰、藤原の正則さん、あれ、菊池氏の正則さん、あれどので、いやもうとりあえず、いや実は何もわからないっていうのがあれなんですよね。あれあよね、確かね、菊池氏がしたら実はもうどこまでが本当かわからない。俯瞰つってのもかなり怪しくて、なんか名目的にもらってる可能性もあるし、まあ、むしろそっちでしょうね。おそらく肥後の在地のやつが仏大夫にちょっと行ってなんかもろたぐらいの感じじゃないかなというふうに、感じでしょうね。はい、わかりました、どうもありがとうございます。ここにもちろん太宰の後の措置の子孫ながると。で森春が、森春ですね、森春さん、森見と思います。あ、これ森見、森春読み方わからないですよ。さっき森見。なんかこれ出てませんでしたっけ、大内さん。この大内森見の周防の大内でしょ。です。で、これが、肥後に関連するんですか。筑前の、守護権を狙って、商人と揉めるんですよ。ちなみに、この大内森見っていうのは、こういう人物です。大江の乱で戦死した大内義弘の弟にあたります。で、この大内義弘も、すみません、彼は、大内氏は常に筑前にものすごい、執念を燃やすんですよ。で、筑前の守護式を、まあ、常に、狙って、筑前に侵攻を繰り返すと。それに対して、肥前を中心にして勢力を張ってる小西はもともと筑前はうちのもんやというふうにして対立を繰り返しているというのが現状であって、それに対して
大内氏の九州への、まあ、室町幕府の幕を受けている大内氏の九州への、進出をよく思わない大友とか、菊池とか小二が組んでというそういうあれですよね。要するに九州に入ろうとする大内氏と九州に、それ以前からいる大友、菊池、小二の、連合、この争い、綱引きです。そういう対立関係の中で大内森美が騙し討ちみたいな形で、そうです。で、森美の死後、この義弘の息子の弘代が後を継ぎます。あ、こちらこちら、これ弘代や。で、こちら持ち代や。で、室町幕府は大内を応援しているので、大内森美を討ち取ると室町幕府に対する抵抗になるわけですね、九州側の。そうです、そうです。